さあ、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、どこに行こうかというと横浜、伊勢若松、広子、江戸。今日は新客面ということでね、まあ、今ね、今です乗り付き等でちょっとドタバタしておって、文字情報を説明しておこうかな。とりあえずね、取り始めが高手のから取り始めてるんですけども、なんか10秒ぐらい電車出発するって感じだったんで、急いで電車に乗り込んで、でこっちから来てね、ここで企画説明を取ろうと思ってね、今電車を調べとったんですけど、本当はこれの後の特急に乗ろうと思ってたんですけど、ちょっと特急が乗り継ぎの都合で乗れんくなっちゃいまして、またちょっと説明しますわ。とりあえずまさかっていうか伊勢中川まで行ってます。さあ、説明できてね。さあ、改めまして、こんにちは、山城と申します。さあ、今日はね、今とりあえずドタバタの日が続いて、今伊勢中川駅まで来ましたけどね、まだ暑くですね、お向こうからなんか電車は来るのかなと思ったら来るんじゃないの。そこで待ってんだ。で、今ね、真っ赤行きの急行に乗ってきましたけど、今日はね、斬新な新企画をね、やっていこうというわけでございますね。で、何をやっていこうかというと、これっすね。じゃじゃんじゃじゃんと。何や、駅弁鏡を見てね、くれってなってますけど。これか、11時10分発の大阪の販売です。で、そう、ね、今日は何をやっていこうかっていうと、フィーチャーするのはね、今回、今ね、横駅からなんで、こっちに乗っちゃダメなんで、この後こっちの方ところに、上本町、何倍か、特急来ますんでね、それに乗っていこうというわけでございますけど、向こうは向こうで今度また真っ赤駅の快速急行なんですね、すごいですね。で、説明が途切れになってますけど、この駅ね、何てね、案内がね、ガツンガツン入る駅が出るんで、ジャンクション、この見ての通りね、いろんな駅方、先方面があるから、こんなにね、もうなくて E61 に M61 に E61 とかってなるわけですよ。まあ、ジャンクション駅ですからね。で、今回、注目するのはここなんですね。で、フューチャーするのは、なんや、伊勢中川、聞いててもどの駅なんやと思うかもしれませんけど、今回フューチャーするのは、伊勢中川川でもなければ、近鉄四日市駅でもなくね、近鉄の駅ですらなく、なんと JR 四日市駅なんですね。じゃあなんで伊勢中川まで来とるんやって話なんですけど、今回はね、まあ、いわゆる検証企画ですよ。まあ、JR 四日市駅ありますと。まあ、ただね、JR 四日市駅といえば、まあ皆さんね、もうご存知。まあ、利用客が少ないというのでね、有名な駅でございますね。いつも、ね、隣にあるこの近鉄が走っとって、その近鉄の四日市駅にいつもボロ負けしとると。ね、一度も買ったことがないというね、散々なないことになっている JR の四日市駅でございますよ。でね、私は気づいたんです。同じ四日市駅で勝負しようと思って、絶対これ JR は勝てないと。じゃあ何で勝とうか。そうだ。駅のナンバリングだということですね。で、ですので今回検証したいのは、あの同じ駅名のね、その駅だったらあれだけど、駅ナンバリングの同じ駅ナンバーの、近鉄の駅なら JR 四日市駅の方が勝ってる説っていうね、説を立証していこうという。誰がもいいんだこんな、なんだこれはっていう企画なんですけどね。ということでね、今回は近鉄の駅の駅ナンバリングで JR 四日市駅と同じナンバーですね。数字のだけに注目しますけど、
の駅をぐるぐるっと回ろうというわけでございます。ただそれがね、まあまあ大変なんですよ。一応ね、リスト作ってきたんですけど、駅名表があったらそれ見ながら話するのが一番手取ればいいんだけど、その乙途中で通過する運用あるんだ。電車の番号が、こちらの方から、日本車の分です。島風とか、伊豆島ないなと。で、今回、それで対象になるのが、JR の四日市駅が、CJ だったっけな、CE だったかな、の11なんですよね。ってことなんで、今回は11番の駅を見ていこうってことです。そうすると、どこになるかというと、近鉄はね、ちょっと駅のナンバリング、また後でちょっと落ち着いてから説明しますけど、ちょっと特殊で、11の駅だと、河内花園駅、新放送の駅かな、新放送、あ、これは関係ないんですか。で、あと伊勢田駅、近鉄屋を、二上で、弥富に、何の仕事かあるんですか、まあ、ちょっと説明になるんです。こうか。国宝さん。名古屋。どこだっけ。どこでした。おお、まあ、すぐ橋まで来た。そう、とりあえず、まあまあまあ、フリーキックなんだよね。まあ、今見てる。上は海道線も苦しいです。日本に高く行き、定期電車が送り寄せる。記事あったのか。どっかに。どっかに駅の一覧ねえか。あった。どこだっけ。11のこれ八花園なんですけど、これ確定しか止まらねえんだな。確定でないといけねえ。だから次はこれか、33フォームと山手最大寺、こちらから行くか。これだ、うん、アクセスいいじゃん、うん。